手に入れたい栄光、物語の主役は逆光、荒くれたハートが燃える、積み重なる罪の懺悔。いつもご視聴ありがとうございます。格闘技応援団チャンネルのお時間です。本日も格闘技関連のニュースをお伝えします。まずはこちらの話題から。ブレイキングダウンからついに RIZIN へ出場が決まった。トシゾーが SNS で以下のコメント。ブレイキングダウンから来たトシゾーです。ブレイキングドリームを体現してきます。必ず RIZIN をかき回します。応援来ていただける方 DM よろしくお願いいたします。スポンサーになっていただける方大募集させていただきます。よろしくお願いいたします。必ず勝つとコメントしました。大舞台のRIZINへ出れるのはごく一部の選手。歳三が練習を続けてきた結果として、この前の試合で素晴らしい勝利でしたから認められたようですね。対戦相手が誰なのかとても楽しみですね。続いてこちら、デイリースポーツさんの記事より。1分間最強を決める格闘技イベント、ブリーキングダウンの人気選手で BED 最強の呼び声高い孤高の破壊王飯田正成が10日自身の X を更新。ヘルメットをかぶり、ある人気漫画の登場人物のようになった姿を公開した。このヘルメットかっこいいんだけど、俺が被ると、ジャギみたいにならん。と、写真と共に投稿。黒ヘルメットに、ムキムキの肉体という風貌が、北斗の拳のジャギのように見えるとコメントした。ネット記事より引用。未だに人気の飯田さん、バイクのカスタムをするとか、ヘルメットも、バイクに合わせて購入を考えている様子。肉体改造で大きくなった飯田さん、その凄まじい筋肉から、打たれる打撃はいつなんでしょうね。そろそろ試合が見たいと、ファンは思ってます。続いて、朝倉未来とも、親交が厚い、那須川天心が試合を迎えます。ロンスポーさんの記事より、日本ボクシング史を塗り替える、7代世界戦、プライムビデオボクシング10、10月13、14日、有明アリーナの公式会見が11日、東京ドームホテルで行われ、転向5戦目で、WBO アジアパシフィックバンタム級、王座決定戦に挑む、那須川天心26、定見が、写真週刊誌フライデーで激写された、24歳の金髪美女ダンサーとの、交際を宣言する異例の出来事があった。試合だけでなく、格闘家としての全てを見せるのが、スタイルの、天心らしい言動。日本が誇る、トップボクサーが、8人も登場する、ニデーズ興行の中で、話題と試合内容の両方で、ナンバーワンの注目を集める決意だ。7代世界戦の中で、プラスワンの地域タイトルを戦う天心が、異彩を放った。会見後の囲み取材で、先日、夜のラブラブランニング風景を、写真週刊誌フライデーに激写された、24歳の金髪ダンサーとの交際を、自ら認めたのだ。あんなハッピーなことはない。一緒にランニングしてね。まだ交際期間が短いので、どうなるかわからない。2週間しか付き合っていないのに、あんなに早くすっぱ抜かれた。え?それ、交際宣言。宣言は、ちょっとわかんない笑い。真相は闇の中。ジャグは付き合っていますよ。距離が大事なんで、熱愛をボクシングに例えて、笑いに変えたが、フライデーされたことの試合への影響は、ゼロだという。ここまで調整が順調に進みすぎた。前回は、スパーの調子が悪いとか、悩むことが色々あった。今回はなかったんだけど、ああいうのフライデー報道があって、やっぱあるんだな、と笑い。逆に気合が入った。初のタイトル戦の3日前に、あっさりと交際を認めた裏には、天心独自のプロ哲学がある。格闘技は相手がいないとできない。常日頃から人に対して、相手の気持ちを考えるとかマインド、心の持ちようで、ファイトスタイルが変わる。那須川天心という生き様を、格闘技の中で見せたい。全てを見せるスタイルでやっていると答えた。4日に、日本テレビ系の報道番組、ニュースゼロに出演して、テレビをつければ、大谷翔平選手じゃないですか。みんなどうなんですか?飽きちゃわないですかね?それだけすごいことをしているということなのかなと思います。と発言して、SNS で炎上騒ぎを起こした。朝から晩まで、ドジャースの大谷翔平が、ワイドショーやニュース番組で取り上げられる。メジャーリーグで、前人未到の、54-59を成し遂げて、名実ともに、世界一の存在感を示し続けているので、それは当然といえば当然。おまけに、老若男女問わず、視聴率も稼げる。あの発言は、大谷選手に言ったわけじゃない。そこだけを切り取られて、回されちゃっている。でも、僕はいい炎上だと思っている。あれで見てくれる人が多くなった。競技者として一番思うのは、自分のスポーツを誇れない奴は、やる必要がないということ。俺はボクシングが一番面白いと思っている。格闘技、ボクシングより面白いものはないと、常に思っている。どのスポーツに対してもそう。オリンピックを見ても、そう。天心は流れで倒す展開をイメージしている。7月20日の前戦で、世界ランカーのジョナサン・ロドリゲスを3回で、
キャンバスに沈めた芸術的なコンビネーションブローを再現したいという。そして WBO アジアパシフィックのベルトを手に入れれば、日本プロボクシング協会のナイキで定められている世界挑戦への資格を得ることになる。9月3日に肥後大吾を相手に V1 に成功した WBO 世界バンタム級王者の武井良樹からは、天心選手、10月の試合頑張ってくださいと挑戦者指名を受けた。まずこの試合でベルトを取ること。バンタム級は日本人が4つのベルトを持っている。誰というのはあまりない。全員狙っています。那須川天心という現実を見せますと答えた。4戦目で見せた覚醒は本物か、それともまだ発展途上か。天心にとって進化を問われる初のタイトル戦となる。分析、本郷陽一論スポー、スポーツタイムズ通信社より引用。何気にフライデーされてたけど、彼女なら良かったね。大切な人がいればより強くなれそうね。天心も連勝で、本当に天才で、もっと騒がれて良いくらいすごいことをしているね。今度の試合は盟友朝倉未来も現地に行くのかな。天心選手の勝利を期待しましょう。試合は10月14日に予定されている。続いてこちら、スポニチアネックスさんの記事より、アニメドラえもんのドラえもん役などで知られる声優で俳優の大山信代、本名山下信代さんが9月29日に老衰のため死去したことが分かった。90歳。所属事務所のアクターズセブンが発表した。すでに親族のみの密葬を済ませている。関係者によると、今年に入ってから体調を崩しがちで入退院を繰り返していた。最後は9月19日に入院し、静かに旅立った。晩年は認知症も患っていたが、食べることが大好きで、入居した施設でスタッフがご飯ですよと声をかけると笑顔を見せていたという。そのハスキーボイスが目に留まり、1957年9月放送の名犬ラッシー、吹き替えで声優としてデビュー。その後、1979年にアニメドラえもんで主人公のドラえもんの声を担当。5年に勇退するまで26年間担当し、日本を代表する声優となった。ネット記事より引用。ドラえもんはみんなが大好きなアニメ。あの声が聞けないのは本当に寂しいですね。ドラゴンボールやドラえもん、日本には世界に誇れるアニメがあり、私たちの心にもたくさん思い出があります。大山信代さん、心よりご冥福をお祈り申し上げます。以上、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルは格闘技関連や話題のニュースを取り上げて皆様にお伝えしていきます。格闘技応援団チャンネルを登録してくださいね。以上、最新のニュースをお伝えしました。頑張らなくちゃ誰も救ってくれねえよ。生きていかなくちゃ人生楽しんだもん勝ち。頑張らなくちゃ誰も救ってくれねえよ。生きていかなくちゃ人生楽しんだもん勝ち。なんだかんだ楽しいじゃん、そりゃ毎日泣いてる日もある。それでも前向いてりゃいいことあんじゃねえの。